ここは台東ステーション戸塚西口です。では行きましょう。入り口にあるじゃん。ここ来たことあったっけな。デモ画面音あり。100円3曲か。まあ普通だね。 IC 使える。まあバチも普通か。これなんか飛び出てんだけど。え？ほら。え？飛び出てるよ。なんで？ほら。ここ見えないし。ほら。こうやってやったら見えるけど。やば。2階がチューニズム3、マイマイ2、ギタドラ11。ユビート1、ノスタルジャ1、ボルテ1、ポップン1、ニデラ2。結構店が小さいね。ちっちゃいゲーセンだ。出た、これうまいやつ。これ買おう。これうまいんだよ。なんか初めこの限定っていうのにやられて買ったんですけど、飲んだら普通に美味しかった。これおすすめです。入り口近っ。音はデモ画面とあんま変わんないね。どんちゃんの声がちょっとでかかったかな。なんかちょっと擦れた跡みたいのがある。おつもめてよ。めっちゃ音がいい。普通にメンテいいな。でも連打が入らなそう。では連打だけ確認しましょう。ダウンがめっちゃ聞こえるな。ああ、こっちの台の方がデモ画面の音小さいわ。
で、なんかこんな張り紙が、台を叩く蹴る、不正大声出す、当店クルーからお声掛けさせていただく場合があります。ご案内、台を叩く蹴るなどの行為は機械の故障につながりますので、ご遠慮いただいております。なんか痩せられたみたいな感じ、ほら。でね、一番ここが叩き心地が良かった。ロール処理も入る。え、これいくら？え、値段が書いてない。バナパスないね。アイミーか。これ800円で書いてある。あ、ボタンを押したら金額がコイン出た。そういうことね。ん、ここ売れ筋ナンバーワンとか書いてある。ワン、ツー、スリー。珍しい。うん、いいゲーセンだと思うんですけど、ドンダーがいない。で、なんか戸塚駅周辺、酔っ払いとかなんか変なやつが多かった。あんま好きな駅じゃないかも。ムカつくやつらが多かった。てか、ここの上誰か前鉢で穴開けたのかと思ったら違うか。こういうやつか。いやー、そんなヤバいドンダーがいるのかと思ったよ。なんか蚊とか孵化出したらこうジャンプして穴開けるみたいな、ガサヨみたいな。ドラマ広北1年以上ぶりかな。あの増大のやつまだ貼ってあんのかな。あ、なくなった。あの過去に来た時は1台から2台になってて、でその新しい方がロールめっちゃ入るじゃんってなってた。ではあのまんまなのか久々に見ていきましょう。入店やばい。ペンギンのアイス、え、入ってない。あ、これ旧筐体だけど、あのちっちゃくなったやつだ。だからまあ旧筐体とは言えない。まあ一応旧筐体だけど。で、これ新筐体ゴディバだ。前取りましたね。でも俺はハーゲンダッツ派です。すくうところでかい。出口ちょっとちっちゃいかな。お、なんかある。3曲。あれ ?1 台だけ?面は綺麗ね。で、今日日曜なんでビンゴやってますね。これすごいな。なんか主婦がやりそうな。ユオキャッチャー?よいしょ。いや、過去にね、あのハリボー食べたことあるんですけど、めっちゃうまかったんだよ。欲しいな。シンプルに。シンプルに欲しい。お、いいんじゃない？これで無理だったら無理でしょ。こんなのもあった。で、なんかメロンパンがうまそう。真珠、これすごいな。でかっ。ちゃんと音出てるね。音でかそう。あ、でかいね。
も入る。僕ね、ドラマ今まで何件か行ってるんですけど、太鼓が1台のところここだけだね。で、ここは他のドラマより太鼓のメンテいいのでもったいないね。ただ台数だけで、あとはまあ3曲っていうことだけか、まあ、4曲のところもあるんで、4曲だったらまあ最高だね。で、台を増やしてほしいのと4曲にしてほしいって感じですかね。まあ店員さんに行きましょうか。増大したのになくなっちゃったんですかみたいな感じで聞きたいと思います。じゃあ店員さんに聞こうかと思ったんですけど、もう明らかにないです。いつ頃なくなったか不明なので、ここ来てよく来てるリスナーさんとかね、ぜひ教えてください、いつ頃なくなったのか。残念だね、1台になって買ってしまった。なんかうまそうだよね。いただきます。前もここで食った気がする。食ったことある味だ。ここかわかんないけど、ここかも。うまい。飲み物安いのとアイス安くない？150円だった気がするけど。てか期間限定でビート肉レなんだけど、すごっ。普通にすごいんだけど。